これから、統合ワークを行います。統合ワークをすることで、あなたは、不安や、恐怖、罪悪感などといった、ネガティブな周波数を手放すことができ、あなたは、どんどん波動を上げていくことができます。これから誘導していきますが、うまくイメージができない場合は、そうなっていると意図すればそれで OK です。まずはじめに、あなたの、100の1、ダイヤモンドの1と呼ばれるところに立つことが、とても重要になります。この位置に立たないで統合ワークとしても、統合は起きません。それでは、誘導していきますので、軽く目を閉じてください。今、あなたの足元が、プラチナシルバーの波打つ磁場になっているところを見てください。そして、自分の周りが宇宙空間になっているところを見てください。プラネタリウムで見るような、ものすごい数の星や惑星がいっぱい輝いている宇宙空間を見てください。このように、統合ワークはあなたの宇宙意識で行います。そしたらまず、この中で、クリスタルのピラミッドを探します。まず、その宇宙空間にあるプラチナシルバーの磁場を見渡してください。そこに、ものすごく綺麗で透明なクリスタルのピラミッドがどこかにあるので、それはどこかなと、遠くまで見渡してみてください。そうすると、あそこにピラミッドがあると、見つけることができます。クリスタルのピラミッドが見つかったら、その前まで行ってください。スーッと歩くエスカレーターのように進んで行ってもいいですし、テレポートしても構いません。そして、ピラミッドの前まで行くと、どこかに入り口があるので、そのまま中に入って行ってください。中に入ると、そこは透明なクリスタルのピラミッドなので、足元はプラチナシルバーのフィールドが見えていて、周りは宇宙空間が広がっています。そしたら、そのままピラミッドの真ん中まで歩いていきます。そしてそのまま、真上を見てください。あなたが今、その真ん中に立っているなら、ピラミッドの頂点が見えますよね。そしたら、その頂点のずっと先の方に、太陽のように、ものすごく光り輝いている、とても大きな、源の球体があるのを見てください。それが、今、上空に浮かんでいます。そしてその、源から、一筋の光の柱が、ピラミッドの頂点を通り、あなたの体の周りを覆うようにしながら、そのままズドンと、地球の中心まで届くのを見てください。こうして、源と地球の中心につながっている光の柱の中に、今あなたは立っています。そしたらここで、一度深呼吸。ここがあなたの100の1、ダイヤモンドの1と呼ばれる場所です。そして、この場所で統合ワークを行います。これから、あなたは常にこの場所にいることを意識してください。ここにいると、あなたのハイヤーセルフの意識につながり、今必要な情報やインスピレーション、そして、あなたに必要なエネルギーがすべてシャワーのように降りてきます。まず、ここに立って、深呼吸をしながら光のシャワーを浴びてください。その光のシャワーがあなたの頭から体を通り、そして足の裏からアースして抜けていくところを見てください。この光のシャワーを浴びているだけであなたは浄化されていきます。そうするとあなたの体は透明なクリスタルの体に変わっていきます。そしてあなたの体がクリスタルの体になっているところを見てください。ここがあなたの100の1、つまりここがあなたのニュートラルな位置です。
ではここから統合ワークと誘導していきます。あなたの胸の前には観音開きになっている2枚の扉があります。そしてその扉を実際に両手でパカーンと開けてください。そうするとあなたが目を覚ますために手放すべき周波数がとてつもなく大きなオクタヒドロンになってあなたの前にゴロンと出てくるのを見てください。オクタヒドロンというのはピラミッドの底と底を重ね合わせた形のことです。そしてそれは真っ黒くて黒光りしている鉄のオクタヒドロンになっているところを見てください。これはあなたがこれまでの人生で使ってきた不安や怒り、恐怖、罪悪感などといったネガティブな周波数であり、それはあなたが目を覚ますために手放すべきもので、これらの周波数は本来のあなたのものではありません。そしてそれを下から両手で抱えます。この時に硬さと重量感をしっかりと感じてください。イメージが難しいならボーリングの球の重さと硬さをイメージしてみてください。そしてこのオクタヒドロンは私が目を覚ますために手放すものだと意図してください。そしてこれを前の方へ両手を伸ばし、物体と自分との間に隙間があるところを確認してください。そしてこれを今から手放していきます。あなたの目の前には天の川スパイラルと呼ばれる筒状のエネルギーがあり、その先にはとても大きくて太陽のように眩しい源の光が見えています。そしたらそのまま目の前の天の川スパイラルに手首のスナップを効かせながらポンッと手放してください。そしたらそれは右回転の綺麗な螺旋を描きながらシュルシュルシュルとその先の源に吸い込まれていき、ズボッと完全に吸い込まれたらここで深呼吸。ここで今手放したバイブレーションの残りカスが潜在意識の領域に上がってきています。今あなたの背後には潜在意識の領域が広がっていて、そこにはまだ何兆個もの隕石のような形をしたバイブレーションの残りカスがまだ残っています。それを今から一つの巨大なオクタヒドロンにして手放していきます。もう一度言いますが、うまくイメージできなくてもそうなっていると意図をすればそれで OK です。そしたら潜在意識の扉を開けると意図し、もう一度胸の前の扉を両手でパカーンと開けてください。そして両手を後ろから前へシュッガチッと動かしてください。すると、さっき手放したオクタヒドロンよりも何倍もの大きさのオクタヒドロンが目の前に出てきました。それは、硬さも重量感も何倍にも増しています。それを見てください。そして、そのオクタヒドロンの硬さと重量感を感じたら、それを前の方へ両手を伸ばし、物体と自分との間に隙間があるところを見てください。そして隙間を確認できたら、目の前の天の川スパイラルの先に見えている源を意識し、手首のスナップを効かせてポンッと手放します。そしたらそれは右回転の綺麗な螺旋を描きながらシュルシュルシュルとその先の源に吸い込まれていき、そしてズボッと完全に吸い込まれたらここで深呼吸。すると源に吸い込まれた周波数が統合されてニュートラルになり、光り輝く粒子になって、今度は左回転の螺旋を描きながら源からあなたの方へと戻ってきます。そしてそれはあなたの足元の方へと流れ込んでいき、その光は上昇気流を作り出します。そして深呼吸しながら下から突き上げる光の上昇気流に乗ってどんどん上がっていってください。そこにはあなたの宇宙空間が広がっています。そこに見えるたくさんの光り輝く星や惑星はあなたの無限の可能性であり、あなたの無限の情報です。
そして、気持ちがいいなというところまで上がったら、息を吸いながら、こうアファーメーションします。無限の可能性、無限の情報、大いなる、I am presence、と。そして息を吐きながら、頭の先から足の先へと、体がクリスタルになっているところを視覚化し、そして吐き切るまでに新しい磁場に結晶化し、グラウンディングしているところを見てください。そして、もう一度大きく息を吸ってください。そして息を吐くときに眉間に意識を向けながら、新しい次元、新しい自分で目を覚ますと、心の中で言って、目を開けてください。こうアファーメーションすることで、あなたは上がってきた新しい次元に定着することができるのです。これで、統合ワークを終わります。手放す方法は他にもありますが、もしこのやり方がしっくりくるなら、何度もトライしてみてください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、並びにグッドボタンを押していただけましたらとても励みになります。どうもありがとうございました。